ラフォルジュルネ東京は2005年から毎年ゴールデンウィーク頃に東京で行われているクラシック音楽を中心とした催しである。以前はラフォルジュルネオジャポン熱狂の日音楽祭と呼ばれていた。東京での開催の成功を受けて2008年から2016年に金沢、2010年から2017年に新潟、大津、2011年から2013年には鳥栖で開催されている。本校では金沢、新潟、大津、鳥栖で開催された音楽祭についても取り上げる。1995年よりフランスのナントで開催されているラフォルジュルネの日本版で2005年にスタートした。本国フランス同様、演奏家の選出や演奏会の選曲はルネ・マルタンによって行われている。一流の演奏を低料金で提供し、明日のクラシック音楽の新しい聴衆を開拓するというコンセプトのもとに、選曲はクラシック初心者から上級者まで楽しめるように配慮されている。また年齢による入場制限をせず、幼児や子供が入場できる公演もあり、家族でクラシック音楽を楽しむことができる。有料公演は東京国際フォーラム内の5つのホール、会議棟の2部屋、相田みつを美術館をフル活用し、朝から夜遅くまで1公演45分から60分程度を、長いものでも90分程度のコンサートが数多く、同時に開かれ、入場料もおおむね1公演1500円4000円と安く設定されている。同時に、東京国際フォーラム内や丸の内地区のビルなどで、無料演奏会や公演、展示会、ワークショップなどのイベントが開催されている。2018年には、池袋地区にも会場を設けることが発表された。無料公演は、東京近郊のアマチュア演奏家や団体を中心に行われるが、プロの演奏家、音楽家の参加もある。その他イベントでは子供向けの演奏会、演奏者向けのマスタークラス、音楽誌などの講演会、クラシック関連の映画上映などが開催される。これらのうち、ホール内の展示会場で開催されるものには、有料公演の版権が必要となるが、イベント自体は無料のケースが多い。有料公演、無料公演と合わせ、1日に多くの演奏を楽しむことができ、国際フォーラムの中庭に、屋台や物販ブースが出展されるなど、お祭りの雰囲気を出している。主催者発表では、初開催の2005年は32万人が来場。周辺で行われた関連イベントを含めると2007年には約106万人、2010年には80万7900人もの観客を動員し、ゴールデンウィークの東京の一大イベントであると同時に、単一の音楽祭としては、日本最大級となっている。音楽祭の特徴であったテーマ作曲家性は結局根付かず、ここ数年は様々な作曲家の作品を演奏できるよう曖昧なテーマが設定されるようになった。ラフォルジュルネ金沢は実行委員会側とKAJIMOTO側との運営方針に相違が生じたため2016年のナチュール自然と音楽マイナスを最後に終了となった。2017年からは形式を変えた新たな音楽祭、風と緑の学徒音楽祭が開催されている。なお、2014年も開催が計画されていたが、制作会社から同規模でも契約金を 1.5 倍とすることを要求し、交渉が難航したことから2013年10月7日に中止が発表された。今後は2、3年ごとの開催も視野に入れて、交渉を継続するとされている。ありがとうございます。